よう。どうも、羽の子です。どうも、鳥の子だよ。今日は、清公園に来てるよ。ふむふむ、おなじみの公園です。近所だもんな。ここはじゃあ、戦国武将、織田信長ゆかりの地であります。時も去ること440年。今では Wi-Fi スポットとなりました。何の話だ？あは、多分400年前もいたであろう。スズメの末裔が迎えてくれました。ほうほう。お食事中でした。まさに最中ですな。いい表情です。右があるなら左からも。ここだけ見れば戦国の世にも見えますな。そうよね、変わらない姿よね。動画でも撮れました。お、見てみよう。これまたお食事中にパチリ。こっちに全く気がついてないな。もう夢中よね。雨が降ってると言っても暖かいからいい季節よね。そうだな。芝生も青々してるもんな。後ろから鳩がやってきます。結構後ろにいるけど大きいな。そうね。丸々したキジバトでした。ドバトより全体的に丸いよな。ふむふむそうよね。足も短く感じるしね。キジバトが来て飛んでいったスズメはどこに行ったんだ？ちゃんと捕獲してますよー。そうか。高みの見物です。くつろいでました。今日は何日だ？今日は4月18日、天気は雨です。もう冬鳥はいなくなったかな？まだまだいましたよ。そうか、何がいたんだ？1羽だけで行動してました。お、そうすると。はい、正解です。それがこちら。孤高の冬鳥、つぐみです。夏も日本で暮らす気なのかな？はて？まったりゆったり渡っていく気なのかも。そうだな。子がつぐみもいるもんな。元気なつぐみだったからね。反対に夏鳥の姿も。あ、むねーん。なんだこれは？ツバメです。これは失敗失敗。頼むぞ。任せて。いつもの羽のコクよりでいい。ツバメは難しかったばーい。あは。あはじゃねー。まだまだ小鳥がいました。うむ。河原ひわです。お食事中でした。みんな食べてるな。この芝生はたくさんあるんだろうね。お宝か？話の流れからして食用よねー。そうか。タンポポを食してますな。河原ひわ久しぶりに見たな。スズメに混ざって食べてました。大きさ同じだもんな。黄色い模様で気がつきました。清公園、結構いるな。河原ひわの後、ムクドリがフレームインしてきます。おっと、こうやって見ると大きいな。ムクドリだけで見ると小鳥だけど、スズメや河原ひわより10センチくらい大きい、25センチくらいだもんね。そうだな。そりゃ大きいか。と、ここで雨も降ってきて、駐車場に戻ることにしました。そうか。ついこの間までカモがたくさんいた川も、寂しいもんだもんな。そうよね。次の冬が待ち遠しいよね。ここは野鳥だけじゃなくて、この橋の下から鉄道を狙う人もいるよ。ちょっと撮ってみました。下からのアングルで結構な迫力です。手前の橋は新幹線です。お城を入れたり、お城の橋からすれ違う車両を撮ったり、いろいろといい場所です。駐車場も広いし無料だしね。でも羽の子は、野鳥びいきです。んで、冬鳥最後の一陣と思われる、ヒドリガモがカップルで一組だけいました。奥の茶色いオスのヒドリガモと、手前にいるオーバンが一緒に行動してました。このオーバンは夏の間もここにいると思います。ここでメスのヒドリガモがやってきます。本当に今日はこの3羽だけしかいませんでした。そうか。本当に最後の一陣のカモかもね。去年取れなかったカルガモ親子でも狙ってみますかな。そうね、今年は、やりますばーい。頑張ってくれ。これでここ、信長の居城。清洲城からお送りした今作もおしまいになります。なっちゃいます。いかがでしたか？次回、カルガモ親子行動を行く。お楽しみに。無理よねー。という思いで頑張ってくれ。なるほどね。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。まったねー。バイバイ。